ザ・ライム、今週のアーティストはタッチマイシークレット。その若さではありえないオーラを放ち、文句なしにかっこいいバンド、タッチマイシークレット。結局自分は何をしたいんだ、自分たちは何をしたくてここにいるんだ、考えた時に痛みも罪も嘘も過去もないところで、ただ単に音楽に浸って、気持ちよくなって、あ、感動して笑って泣いてやりたいだけなんです、そういう思いを歌詞に込めました。じゃあ今日は本当にありがとうございました。タッチマイシークレットでした。苦しみが報われる。
Just you.